皆さんどうも、今回は2022年サンフレッチェ広島の、ハイプレスの構造を考えていこうと思いますので、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。今季サンフレは面白いサッカーをしてくれました。めちゃめちゃ面白かったですし、その中でやっぱ面白いって感じるのはハイプレスがかなりハマっていたからだと思います。ボールを借りに行ってかなりアグレッシブなサッカーをしてくれたので、とてもとても見応えのある一年になったんじゃないかなと思います。では早速ですが、ハイプレスの構造を考えていこうと思います。じゃあサンフレのハイプレス考察ということで話を進めていこうと思うんですけど、そもそもなぜハイプレスがいいのかっていうことについてをまずはざっと触れていこうと思います。ハイプレスは基本的に敵陣でボールを奪って、でなおかつボールを奪うためにプレスに人数を揃えることができます。だから前進組み立て、崩しの準備っていう、ボール保持からフィニッシュワークまで行っていく中で、前進組み立て崩しの準備っていうのがあるんですけど、この局面を省けてダイレクトにゴールに向かえるっていう大きなメリットがあります。これは敵陣でボールを奪って、さらにプレスに人数を揃えているように設定しているから、サンフレはここの前進組み立て崩しの準備を省いて、よりダイレクトにゴールに向かうことができているんじゃないかなと思います。これが一つハイプレスの大きな大きなメリットとなっています。でさらに相手を自陣に釘付けにできるので、自分たちのゴールから物理的に遠ざけることも可能になります。まあだから攻撃は絶対の防御、まあハイプレス自体が守備の戦術になるんですけど、守備の戦術の中にもさっき言ったダイレクトにゴールに迎えるっていう攻撃の側面も含んでいるんで、結果的に自分たちのゴールを守るっていうこともできるようになっています。まあだからハイプレスっていうのはかなりひっくり返されたら危険な場面とか、整理されずにハイプレスを敢行してしまうと一つ一つ剥がされて、で全体が崩れていくことになるんですけど、今期のサンフレのようにハイプレスの構造がしっかりしていると、このような大きなメリットがあります。はい、ではそもそもなぜハイプレスなのかっていうことについてを、念頭に置いた上で、フォーメーション別のハイプレスの仕組みっていうことについてを考えていこうと思います。まずこちらをご覧ください。対433のハイプレスです。まあ基本的に川崎フロンターレとか京都サンガ FC とかが使う、フォーメーションになっているんですけど、ハイプレスを行うときに基本的に、マークの担当が決まっているのがサンフレッチェ広島です。中央は人の意識がかなり強くて、で外側は線での結びつきが強いです。まあ、この中央の人の意識が強いのは、中央経由で、ボールを前進されたくないよっていうのが一つあるからだと思います。でこの外側がなんで線の結びつきが強いかっていうと、まあ、誘導する場所をサイドに設定しているからです。あらかじめ近くに立って捕まえていてしまうと、そこにパスが出なくて誘導することができないので、そこに出たらプレッシングをかけていくよっていう風な形で、線での結びつきっていう表現が正しいんじゃないかな。まあ適切なんじゃないかなと思って、線での結びつきという表現にさせていただきました。じゃあここからどのようにボールを奪うかっていうと、まあ、このようになります。具体的な誘導と回収なんですけど、まあ、まずはじめにセカンドトップは背中で内側を消しながらプレスを仕掛けていきます。でファーストプレスの強度を維持してセンターバックの、時間を奪います。その時間を奪うのが見る時間と判断する時間です。これを森島選手も三田選手も、サンフレッチェ広島の、セカンドトップの選手はかなり強度の高い中で行うことが可能になっています。スキッペーさんはまあ、ここの基準値がかなり高いかなと思います。なるべくセンターバックに対して、見る時間と判断する時間を奪えるようなプレッシングっていうのを行っていきます。で次に、ウィングバックはサイドバックまでプレスを行っていきます。サンフレはウィングバックを押し出せるか否かでプレスの迫力と押し戻しがかなり大きく変わってきます。いい時はやっぱりウィングバックはサイドバックまで押し出せる状況下にありますし、まああまりプレスがはまらないなっていう時はウィングバックが押し戻されているっていうことがかなり多い印象を僕は今シーズン見て思いました。で平行を作るインサイドハーフにはセンターハーフが迷わず前に行ってます。
まあもうバランスを取らずに、中央はかなり人を意識して、さっきも申しましたけど、人を意識してプレーをしているので、迷わずもうバランスを取らずセンターハーフがガツンと前に出て、プレッシングをかけていきます。まあこうなると近くの選択肢を消すことができます。で、次なんですけど、幅を作る、まあもしくは縦パスを作るウィングをセンターバックがマンツーマンで対応を行います。まあここで、線からマンツーマンにしっかりと移行していくっていうのが、かなりいいんじゃないかなと思います。まあ、ここのスライド、横スライドはかなり激しいものにはなりますが、素早くなおかつ強度を保って塩谷選手も佐々木選手もこれを行うことができるので、ハイプレスを、完結することっていうのができるようになっています。で、相手アンカーのレイオフを消すためにセンターハーフ、セカンドトップ、センタートップで囲い込むことで完全に下の逃げ道っていうのを消していくことを行います。で、ここで無理やり下のパスで前進しようとしてくると、そこでしっかり潰しきってハイプレスを完結させていくよっていう風な形を取ります。で、そのリスクを、回避するために相手は上のパスを選択することっていうのが多くなってきます。そうすると上のパスを選択させるので、ウィングバック、逆のウィングバックを内側に絞らせてセンターハーフが前プレーを行ったところの補完を行います。まあ、これはコンサドーレ札幌戦だったりサガン鳥栖戦だったり、まあ、数試合行ったことなんですけど、これはきっと来季に向けての大きな大きな取り組みだと思います。で、これを行うことって、まあ、セカンドの回収も行うようになりますし、さっき言ったセンターハーフが出ていった場所を埋めることっていうのもできるようになって、で、全体でボールサイドを圧縮して近く狭くを作り出して回収することができるっていう風な形を、作り出します。まあ、個人守備に入るときに有利な状況で個人守備に入れるような設計をしているので、まあもともと佐々木選手、荒木選手、塩谷選手と対人の強い選手が多いので、そこで食い止めれるような優位な状況で個人守備に入れるような状況をサンフレッチェ広島は作り出しているんじゃないかなと思います。はい、対4-3-3のハイプレッシングになっています。では次なんですけど、4-4-2 に対しては場所決めを優先してポジションを取っている印象を受けました。で、3トッププラス2センターハーフで中央を隠す、まあもしくは消すっていう形を取りながら、まあ、外側に誘導していきます。で、ウィングバックはサイドバックよりも先にセンターハーフの意識を強く持っている印象です。で、3センターバックが2トップの対応を行いながら、ハイプレスを開始していきます。まあ、ここでも誘導する場所は、サイドになるんですけど、まあ、あらかじめウィングバックがサイドハーフを意識しているので、サイドバックを開ける状況を作り出します。で、ここから以下のようにプレッシングをかけていきます。はい。具体的な誘導と回収。まあ、一つ目のパターンなんですけど、センターバックにプレスをかけるのは基本的にセンタートップです。まあ、ここはセカンドトップではなくセンタートップの方が多くなっていました。最初はセカンドトップが外切りでかけることが多かったんですけど、シーズンが進むにつれてセンタートップがプレスをかけていくっていう形は多くなっていたんじゃないかなと思いました。センタートップがプレッシングをかけて、セカンドトップはセンタートップとリンクして内側を消しながら外誘導をしてサイドバックにパスを出させます。まあ、この時にセンターハーフをしっかりと消しながらプレッシングをかけていくので、若干の遅れっていうのは出てくるんですけど、ここも森島選手だったり三田選手のプレスの強度っていうのがかなりで、寄せのスピードっていうのがかなり速いので、これが間に合うような形っていうのは今季かなり多く見られました。で、逆セカンドトップはセンターハーフとセンターバックの守備のつながりを作ることで誘導するサイドをしっかりと決めていくよっていうのは行っていたことなんじゃないかなと思いました。で、サイドバックにパスが出るとセカンドトップが内側から外側にプレスをかけていきます。まあ、真横だったり斜め前、斜め後ろ、まあ、サイドバックはどの位置であろうと、セカンドトップはセンターハーフを消しながら、サイドバックにプレッシングをかけていくっていう形を取ることで、サイドバックにもう横後ろの選択肢を消させて前を見せるように誘導している印象を受けました。で、前の選択をせざるを得ないサイドバックに対してウィングバックがまっすぐプレッシングをかけていくことで前の負担もしていきます。まあ、ここは素早く詰めることがかなり重要になっていて、しっかり強度を持ってで素早く寄せていくことで背後を、ウィングバックの背後をぼかしたり、まあ隠したりっていう表現が正しいと思いますけど、まあ、背後のスペースをしっかりと消していくよっていう風な形を取ります。
で、センターハーフ、平行を作るセンターハーフには、センターハーフはここでも迷わず出ていって、逆センターハーフとウィングバックは、絞り込んで中央をカバーします。で、サイドバックのプレーエリアを圧縮しつつ、サイドバックの選手がウィングバックの背後にロングパスを出すよりも前に、センターバックは、横スライドでしっかりとサイドハーフまで、スライドしていくよっていう風な形を作り出します。まあ、これで下のパスでボールを奪うか、ボールを蹴らして回収していくよっていう風な形を作り出すことっていうのがありました。まあ、これが一つ、442に対する、パターン1の回収方法です。では具体的な誘導と回収パターン2についてを、話していこうと思います。まあ、これは、基本的にこの動きを省いて縦の動きのみにするっていうのが、この方法です。まあ、サイドバックの追い込み方までは先ほどのものと同様なんですけど、まあ、違うのはウィングバックとセンターバックの立ち振る舞いになります。もうさっきも言った縦の入れ替わりがかなり多くなることで、センターバックがかなり前向きに出ていく形っていうのがかなり多くなっていきます。まあ、これを行うときにはウィングバックの背後を消したいときに使うことがかなり多いです。まあ、ここの入れ替わりを使うことで蹴らせて回収っていう色がかなり強くなっていました。セレッソ大阪なんかは3センターバック脇をかなり早い段階で強襲してくるので、それを防ぐために、これを行うことっていうのはかなり多くあった印象を受けました。まあ、442に対してはこのパターン1とパターン2でしっかりとプレッシングを完結させていた印象です。はい、じゃあ次は4231のハイプレスについてを考えていきます。まあ、4231の場合はセンターバックの放置を行うことが多いです。で、セカンドトップはセンターハーフをゲスポジションからスタートをして、で、センターハーフはまあ、トップ下とセンターハーフを取られるポジション取り、まあ、ここでも守備のリンクをしっかりと作っておいて、で、ウィングバックはサイドバックに飛ばしてパス、飛ばして出すパスに対してしっかりと対応していくよっていう風な形を取ります。ここでも外誘導ではめ込む場所はサイドバックになっていました。まあ、基本的に全てサンフレッチェ広島は中央をしっかりと消しといてサイドに誘導していくよっていうのが基盤となっています。はい。では具体的な誘導と回収についてを考えていきます。まあ、スタートはセンターバックにパスを出させることからなんですけど、センターバックにパスが出るとセンタートップはプレッシングを行います。この時点で、442のものと一緒でセカンドトップはセンターハーフを決して内側を見せない状態を作り出します。まあ、ここでも追い込むサイドの共有と決定っていうのはかなり洗練されていたんじゃないかなと思いました。で、センターバックに外側を見させてサイドバックにパスを出させて、で、サイドバックにパスが出るとウィングバックとセカンドトップでサイドバックを閉じ込めます。まあ、これで逃げ道を作るセンターハーフにはセンターハーフが出て逃げ道を潰していきます。ここでもサイドバックを追い込んでプレーエリアの圧縮っていうのを行っていきます。んで、ハイプレスのリスクを管理するためにウィングバックにはセンターバックが早めにスライドして対応を行います。んで、センタートップは逆センターハーフとセンターバックで囲い込んでボールを回収します。これでサイドバックの場所かなり高い位置でボールを回収するか、まあ、そのサイドバックの次のプレーでボールを回収するかっていう形でハイプレスを完結させていきます。まあ、このようにして、4231に対しては、かなり早い段階で追い込むことっていうのができていたんじゃないかなと思いました。はい。で、最後に3421のハイプレスについてを、考えていこうと思います。まあ、これは本当にもうミラーゲームになるので、担当が明確になって、対面の勝負となっていきます。まあ、ここでもなるべく外誘導して蹴らして跳ね返して回収の色が強いので、基本的に外誘導でしっかりとボールを回収していっていた印象を受けました。はい。まあ、3421に関してはもう本当に個人の勝負になることが多いので、対面でしっかりと、ボールを奪い切ってそのまま出ていくよっていう風な形が多かった印象を受けました。はい。じゃあここからはハイプレスが回避されてしまうパターンっていうのを、考えていこうと思います。で、サンフレがプレスを回避されてしまうパターン1っていうのが、まあ、可変によるズレと横移動の遅れのセットです。じゃあ詳細に触れていきましょう。可変によるズレと横移動の遅れっていうこのプレスの回避のされ方っていうのは、まあ、これはセレッソ大阪がよく使ったパターンで、センターハーフがアンカー化と、右サイドバックがウィングバックと距離を作り出すことで行われてしまうプレス回避です。こうなるとサイドバックで蓋をしたいんですけど、ウィングバックが距離ができて間に合わない状態
になってしまうので、簡単に早い段階でウィングバックの背後にロングパスを送り込まれてしまいます。これはセンターバックは横ずれしたいんですけど、ツートップのセンタートップ、ツートップの1枚にピン止めされてしまうので、サイドハーフまで早めにセンタートップを捨ててスライドすることっていうのが難しくなる状況下に起こり得ることです。まあ、ズレと距離を作られてしまって横移動が間に合わないよっていうのが一つ、プレスを回避されてしまう大きな要因になっていたんじゃないかなと思いました。ルヴァン決勝なんかは、センターバックの横移動を上回るパスで3センターバック脇をかなり強襲されていましたし、これは一つサンフレッチェ広島が回避されてしまう大きな一つのパターンとなっていました。はい。でもう一個あって、これはセンターハーフがアンカーかまでは一緒なんですけど、サイドハーフに対してセンターバックの横スライドが間に合った状況かですけど、こうなるとツートップの一角のセンタートップに対して、センターバックの横ずれが間に合わない状況が、作り出されてしまいます。まあ、サイドハーフまでセンターバックが外側のセンターバックがスライドするので門がかなり開いてしまって、まあ、そこに、早めにボールを落とされてしまうと若干の遅れが出て、背後取られてしまうよっていうのが、ありました。これも一つ442というか可変によるズレと横移動の遅れを利用されて、回避されてしまうパターンなんじゃないかなと思います。はい。で次がもう一つパターンがあって、可変による距離と担当強制変更です。まあ、これもかなり行われるパターンで、コンサドーレ札幌や甲府が行ったことです。片側のセンターバックを押し出すことってウィングバックを押し上げられるってことがかなり多くありました。これで、スカンドトップのプレス担当の変更とウィングバックの手前にスペースを創出されてしまいます。もともと 3-4-2-1 だったり 3-5-2 だったら3センターバックに対して3トップでプレッシャーをかけるんですけど、センターバックが開いて、サイドバック化してくると、もともと中央のセンタートップが中央のセンターバックにプレッシングをかけていこうとするんですけど、距離ができてしまうので、スカのトップがプレッシングに出る形が多くなってしまいます。そうすると外側のセンターバックに、プレッシング二度になってしまうので若干の遅れが出てきます。まあ、これが、プレスの担当の強制変更と距離の関係になるんですけど、そうなってくると、例えば、スカンドトップが降りて行ってしまうと、センターバックが担当になるので、そこまで出ていくと、そこの出ていったスペースががっぽり空いてしまって、そこの背後のスペースを取られてしまうっていうのが、かなり多くありました。かといって出ていかなかったら、サンフレッチェ広島のセンターハーフが、スカンドトップとセンターハーフ、に対して、数的不利な状態になってしまうので、まあ、手前と背後を作られてしまうよっていうのはかなり多く起こっていた現象だったんじゃないかなと思いました。これにうまく対応するためにウィングバックの内側の絞り込みとかがあるんですけど、まあ、それはもう来季しっかりとプレシーズン戦って落とし込んでくることなんじゃないかなと思いました。はい。何はともあれかなり面白い1年でしたし、来季もめちゃめちゃ楽しみだなと思うような思わせてくれるようなシーズンだったので、とても期待していいんじゃないかなと思います。はい。これを機に皆さん、スタジアムに足を運んで、まあ、ラストエディスターですし、スキッペさんたちと一緒に今度はリーグタイトルをホームで掲げれたらなと思います。はい。まあ、めちゃめちゃ面白いサンフレッチェ広島なんで、ぜひ皆さんこれを機にスタジアムで運んでみんなで一緒にサンフレッチェ広島を来季も応援しましょう。はい。今季長いようでとてもとても一瞬のシーズンでした。めちゃめちゃ楽しかったんで、ぜひ皆さん来季も一緒にサンフレッチェ広島を応援しましょう。はい。本日も長々と喋らせていただけましたが、今日はこの辺りで終わろうと思います。チャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。